260年もの間、ベネチア派で最高の画家と絶賛された人物、ティチアーノ・ベチェッリオ。19世紀のロマン主義絵画の巨頭であったドラクロワは、1854年10月4日付の日記で彼を評してこのように絶賛しているのだ。ティチアーノ、全く彼こそだんだん年を取ってきた人々に楽しみを与えるべく制作したように思える男だ。そしてドラクロワは続けてこうも記しているのだ。彼の芸術においてはその絵画的特性は可能な最高水準に達している。彼の手になるとどんなものでも徹底的にしかも完璧に表現される。例えば彼が目を描くとそれは生命の炎で活気づいて見える。生命と力とは彼の作品の隅々にまで充満している。めちゃくちゃ称賛しているのだ。ドラクロワも述べたように、ティチアーノの絵画は細部まできっちりと描かれていて、しかも芸が細かいのだ。フェラーラ公の書斎に飾るための連作の一つとして描かれた傑作バッカスとアリアドネは、酒の神バッカスを主人公にして描いた神話の情景だけれど、中央の小さな犬はフェラーラ公の犬で、左側に描かれた2頭のチーターもフェラーラ公が所有していた施設動物園で飼われていたものなのだ。こんな風にティチアーノの絵画はいつ見ても見飽きることがないのだ。今回は以上でおしまいなのだ。また見に来てほしいのでチャンネル登録をお願いしたいのだ。じゃあバイバイなのだ。